今日の朝飯はキムチ納豆とオクラと舞茸と揚げの味噌汁になります。まずは味噌汁からですね。そして今日はキムチと納豆の辛草激うまコンビですね。相変わらずうまいですね。これなんでキムチと納豆って今度合うんですかね。味噌汁の具は揚げと舞茸とオクラで栄養満点になってます。やっぱこの朝の味噌汁の一杯っていうのは最高ですね。昼食はミートソーススパゲッティとサラダになります。まずはサラダからいただきます。そして今日は豪華にプチトマトもついてますね。そしてこちらは定番のミートソースですね。やっぱりこういう長く愛される商品ってやみつきになる味の魅力がありますよね。昔から何回食べても飽きないです。夕食は炊き込みご飯と焼き鮭と酢豚とサラダになります。まずはベジファーストです。そして焼き鮭ですね。やっぱこの鮭はいつ食べても裏切りませんね。そして今日は炊き込むご飯にしましたね。だし、醤油、みりんで味付けてありますよね。そしてこちらはスーパーのお惣菜の酢豚です。酢豚の酸味でご飯が進みますね。酢豚はやっぱり野菜も欲しいですよね。もう肉に野菜に美味しい夕食ですね。本日もお食いいただきました。ご視聴ありがとうございます。